2013年ヨーロッパフィギュアスケート選手権は2013年にクロアチアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟によるヨーロッパ各国の選手を対象とした選手権大会である。2012から2013年シーズンのヨーロッパフィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目が 2013年1月21日から1月27日にかけてクロアチアザグレブのドムスポルトバで開催された。クロアチアでの開催は2008年大会以来5年ぶりである。国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ各国のフィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ、前回大会の結果により種目ごとに1名から3名と決められた。 複数の出場枠が与えられた国は以下の通り、出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催する大会で、ショートプログラムとフリースケーティングの両方でクリアしていなければ出場ができない。男子シングル男子、シングルメダリスト女子シングル女子、シングルメダリストペアアイスダンス、ありがとうございます。